2009年エリック・ボンパール杯は2009から2010年シーズンのフィギュアスケート競技会エリック・ボンパール杯で国際スケート連盟が主催する2009から2010年シーズンのグランプリシリーズの第一戦である。シニアクラスの男女シングル、ペア、アイスダンス競技が2009年10月15日から18日にかけて フランスパリのパレオムニスポールドパリベルシーで行われた 2009-2010ISU グランプリシリーズ全6大会男女シングル各12名ペア各8組アイスダンス各10組の出場選手は2009年世界フィギュアスケート選手権の成績2008から2009年シーズンベストスコアランキング2008から2009年シーズン終了時の ISU フィギュアスケート世界ランキング及び過去の世界選手権の成績に基づき1選手最大2大会まで選手個人に対し招待がなされた。今大会開催国の統括団体であるフランス表情競技連盟に対しては今大会の各種目定員のうち女子シングルに2人ペアとアイスダンスに1組ずつの出場枠が用意されキャンディス・ディリエ ペルネル・キャロン・ロイド・ジョーンズ組が選出された。女子シングルペアそれぞれ1枠は返上され、アンナ・ユルケビヴィッチ、イノウ・エレーナ、ジョン・ボルドウィン組が追加招待された。招待選手のサーシャ公演、開催国選出のキャンディス・ディリエが出場を辞退し、エレーナ・グレボワが追加招待されたが、エレナ・グレボワも出場を辞退しさらなる招待。 選出はなされず、女子シングルは10名での競技となった。入賞者には、下記賞金が授与された。入賞者には競技後のエキシビション出場が義務付けられ、不出場の場合は、賞金から3000ベイドルを差し引かれるとされた。入賞者以外のエキシビション出場者には、ベッドシングルで200ベイドル、ペアアイスダンスで1組につき300ベイドル、支払われるとされた。ありがとうございます。